こんにちは、リューソンコです。リューソンコの数学実施 YouTube。本日からしばらく特別編、ヘルブロッツのトリックをご紹介したいと思います。参考にしましたのは、アイグナとツイグラの天書の証明第6版のセクション26、コタンジェントとヘルブロッツのトリックという部分です。この説で何をやってるかっていうと、こちらの定理を証明しています。整数ではない実数 x に対して、次の等式が成り立つ。π× コタンジェント πx というのは、x 分の1たす1以上の整数 n に対して、x たす n 分の1たす x 引く n 分の1。この無限個の和が、コタンジェントという関数を規定する。この等式、初めて証明したのは、オイラーだそうです。オイラーが無限解析入門という本の中に、この等式が成り立つことを紹介しています。この等式を、ヘルブロッツのトリックという技巧を使って証明する。そしてまた、この等式から、わかることをご紹介するっていうのが、この特別編の眼目であります。更新としましては、左辺 fx、それから右辺 gx という2つの関数を考えて、この2つの関数が、一致せざるを得ないほどよく似ていることを示す、ですね。F と G は、こういう性質を持ってます。こういう性質を持ってます。こういう性質を持ってます。で、いくつか列挙して、こんだけ似てたら、もう一致するしかないですよね。っていう形で証明をするんですね。この証明方法が、まあ、ヘルブロッツのトリックと呼ばれるものですけども、面白いなと思いまして、ご紹介しようと思います。ですので、まず、この F と G がそれぞれどういう性質を持つかっていうのをいくつか列挙していきます。で、今回だけで終わりませんで、何回かかけていくつか性質を紹介した後で、これらの性質を両方満たすんだからもう一致せざるを得ませんよねっていうことで締めくくると。こういう感じで話をしていきたいと思います。ではまず一つ目の性質から参ります。fx, gx っていうのは、実数から整数を除いた集合、整数ではない実数において定義される連続関数である。この整数と2つの整数で間挟まれた間の部分においては連続である。これを証明しましょう。まず F の方はコタンジェントと言ってますけど、それはつまりサイン分のコサインのことですから、サインが0になるところでは定義できません。でも定義できる限り、これ連続関数と連続関数の小ですからね。だから連続になります。分母が0になるのはいつかっていうと、πx が π の整数倍の時なんで、つまり x が整数の時です。だから x が整数の時だけでは定義できませんけれども、それ以外では連続関数の小だから連続であると言える。f の方は、まあ、この表示から非常に簡単にわかりました。g の方は何を言うかっていうと、これは無限は、無限級数で定義されている関数ですから、一応収束であることを示してやればよい。つまり、gx っていうのを、マイナス n から n までの和を、そのラージ n が無限大まで飛ばしていくっていう形になっているので、この、マイナス n からプラス n までの和のことを gnx と書いておいて、この gnx っていう関数列が一様に収束することを示そうと。で、連続性を言うためには、考えている点のある近傍上で一様収束することを言えばよいと。だからこれを示します。で、そのために gnx という関数を整理していく。まず、ちょっと困った項を最初に取り除いておきます。n が1、それから 2n-1 が x の2乗より小さいのどちらかが成り立つ項っていうのはちょっと不都合なので、後々の計算で不都合なので、
覗いておきたい。でもそのようなものは、なかなか有限公式ありません。つまり、n が1または 2n-1 が x の2乗より小さい。まあ、1は1個しかないですね。こちらもどうかというと、x を1つ固定したら、この条件を満たす n って、なかなか有限公式しかない。もちろんそれは x の値によっていくつかわかりませんし、変わりますけども、でも、なかなか有限公式しかないんで、奇数の収束には、その項は除いて議論して全く問題はありません。それらを除いて考えると、この範囲にないような、まあ、つまりこの条件を共に満たすような n に対しては、x-n 分の1と x 足す n 分の1っていうのは、n の2乗引く x の2乗のマイナスに x になって、絶対値つけると、まあ、マイナスが取れると。で、これをどう評価するかですけど、こちらはまずこれを使うんですね。n の2乗引く x の2乗って n の2乗引く 2x 引く1の方が大きいものを引いてるんで小さくなります。で、小さいもので割ってるんで大きくなります。だから n の n 引く1の2乗分の 2x の絶対値っていうので、まず上から押さえられる。で、さらに 2x の絶対値よりもちょっと大きめな定数 m を取ってくると、x がちょっと動いたくらいでは、この m の評価はびくともしません。つまり、今考えている x だけではなくて、そこからちょっとだけ幅を持たせても、この m というのはびくともしないわけです。そうしますと、これを第 n 項として、ラージ m が無までこれを足すと。そうすると、m は定数で、n-1 の2乗って、整数の2乗を順番に足し合わせてるわけですね。だから、収束します。で、有収束定理っていうのがありましたから、この gn っていうのは1乗に収束すると。で、連続関数列の1乗収束極限なんで、gx は連続であると言えます。一応収束性と連続性の関係っていうのはちょっと難しいかもしれませんけども、まあ、基本的な技術であることには変わりないでしょう。二つ目の性質は関数の偶奇です。fx と gx はどちらも非関数である。つまり f-x っていうのは -fx になるし、gx の方もそうだというんですね。f の方は、やっぱり、サイン分のコサインという形からわかります。つまり、サインが奇関数で、コサインが偶関数なんで、かけたら、奇関数ができる。g の方はどうかっていうと、やっぱりここに戻ります。この有限和の部分に戻る。x 足す n 分の1と x 引く n 分の1の和っていうのは、さっきもここで計算しましたけど、n の2乗引く x の2乗分のマイナス 2x になる。このように書くと、分母が偶関数で、分子が奇関数です。だから、まず、この第 n 項が奇関数です。で、その奇関数をいくつか足し合わせたものが g ラージ n ですけども、これも奇関数です。で、奇関数の極限 gx もやっぱり奇関数です。ということで、f も g も奇関数であるということが分かりました。この有限部分で切って、有限項だったらいくらでも技が使えると。そういう形で議論をしていくことになります。この後さらにどんな風に続くでしょうか。それでは今回は以上です。お気に召しましたら、チャンネル登録や高評価、ご意見、ご感想、メッセージなどは、コメント欄やツイッターを、そして、リューソン校にご支援をいただける既得な方がいらっしゃいましたら、これらの方法でお願いいたします。今後ともどうぞごひいきに。ご視聴ありがとうございました。